やはり動きを止めるが先決か。木刀、木竜の術。 やはり貴様との戦いは心を踊る。まだな。お前はさあ、もっと俺を楽しませろ。はん、畳みかける。遅いな。行くぞ。畳みかける。遅い。樹木ごときで封じ込められると思ったか。 ん？あれは？とりゃ！サノン！せっかくの余興だ。お前も楽しめ。ここで叩く。そんな生蔵でどうするつもりだ、柱間。喰らえ！ これで少しはおとなしくなろう。行くぞ。甘いぞ。食らえ。受けてみよう。手をこまねいているだけでは俺には届かんぞ。食らえ。行くぞ。 手をこまねいているだけでは俺には届かんぞ。行くぞ。行くぞ。せ。暗い。甘い。踏み込みが足りん。お前にこれを止められるか。手をこまねいているだけでは俺には届かんぞ。 どうした？おじけづいたか。 お互い温まってきた頃だろう。ああ、勝負。<笑>これだからやめられんのだ。貴様との戦いは。こうなっては覚悟を決めるしかない。 やるな、柱間。だが、まだ終わりではないぞ。やらせんぞ。 柱間よ。<笑>
やはりお前との戦いは別格。俺はお前と戦いたいとは思わぬ。お前は俺の友だ。そんなものにこだわるからお前には見えないのさ、本当の夢ってやつがな。目の前の獣を攻撃することだけ。今はそれだけでいい。迷いは捨てよ、柱間。小賢しい真似を。この血もろとも吹き飛べさせる。よし、飛べたぞ。どうだ。やるな柱間。俺の九尾をここまで追い詰めるとは。だがこの余興はまだ終わらせん。暴走は終わらない。なおも忍びは戦い続ける。己の信ずる道を歩むために。